高校3年間の部活動ではすごく、厳しい部活で、そんなに景色とかを見てる余裕はなかったんですけども、それでもやっぱり年齢が上がるにつれて、あの福島県の良さだったり、その四季折々の良さがあったりとか、雪が降ったり、まあ、雪が降ったら雪が降った中でのこの自然の見え方とか、あとはやっぱり夏だったり、夏は夏川沿いが気持ちよかったり海沿いが気持ちよかったりっていう、自然に対してもっとこう自分が触れ合う機会が増えてきたのが高校生の時だったかなっていうふうに思いました。猪苗代湖は1周約60キロで走ることができるので、あの天気が良くて、天気がいい日は猪苗代湖沿いをサイクリングしたら本当最高だなっていう風に、でまた白鳥とかもね見えたら素晴らしいなっていう風に思いました。